日清ミ三国交通発祥記念の七図日清ミ三国交通発祥記念の石踏みは千葉県泉郡温宿町岩和田にあるオベリスク型の記念碑である通称はメキシコ記念塔鉄筋コンクリート製で高さ17メートル1609年に岩和田の海岸で起こったスペインのマイフィリピン臨時総督 ドン・ロドリゴ・デ・ビベロの乗船産フランシスコ号の漂着事故が日本とスペインおよびメキシコとの直接交流を生むきっかけになったことから漂着と救助を記念する目的で1928年に建設された。周囲はメキシコ記念公園として整備されている。日清住三国交通発祥記念碑とのを抜いて表記されることがあるが、石踏みの大事にはのが含まれている。 アジロ湾と温宿市街を見下ろす位置にある標高約50メートルの丘の上に立つ JR 五宿駅からは徒歩約30分なお実際の漂着地点は東から東北東に約1キロメートル離れた太平洋側である1983年に日清済交通発祥記念碑ママが暴走の魅力500線に2006年にメキシコ記念公園が 千葉長房100系にそれぞれ選ばれている。また、関東フれ合いの道の温宿海岸を歩く道のコースとなっている。1609年7月25日、全フィリピン臨時総督、ドンロドリゴデ・ビベロイアベルサは、任期の終了に伴い帰国するため、太平洋を横断して、アカプルコへと向かうマニラガレオン艦隊に乗船し、ルソン島のカビイテを執行した。ところが、 艦隊は8月10日にマリアナ諸島付近で暴風雨に遭遇し、以後2ヶ月近くにわたって立て続けの暴風雨に翻弄され続ける。ロドリゴの乗っていたカレオン・フナサン・フランシスコ号は9月30日22時頃岩和田付近の岩礁で座礁し、翌10月1日朝に沈没した。遭難者たちは海岸に泳ぎ着いて現地の人々に救助された。 遭難者の中にいた日本人キリシタンが通訳となり、彼らはその地位が日本の大滝半領の岩和田村に近い海岸であることを教えられた。ロドリゴの上陸地点は岩和田の田尻海岸とされ、ドンロドリゴ上陸地として1966年12月2日付で千葉県指定史跡に指定されている。なお、中村邦にか、 暴走資料マキさんなどの日本側資料では、事故の発生は、慶長14年9月5日となっている。これは当時、フィリピン植民地では、ヌエバ・エスパーニャと同じ日付を用いており、同経度の他の国々とは、日付が一日ずれていたためである。乗組員373名のうち56名が、歴史317名が救命され、近くの大宮寺という寺に収容された。 ロドリゴは、岩和田の貧しい村人たちが、綿入りの着物や食料を気前よく提供してくれたことを述べている。もっともその一方、サンフランシスコ号船長不安でセビーコスは、日本人がサンフランシスコ号の価格にして50万ペソ以上になる積み荷を一方的に没収したこと、将軍の命令により、遭難35日後の11月6日になって返還されたものの、 その間に大部分が盗まれてしまったことなどを証言している。数日後に、大滝城の城主、本田忠友が岩和田村を訪れ、ロドリゴ一行を見舞った。ロドリゴは、その後、大滝を経由して、江戸に向かい、江戸で、将軍、徳川秀忠、駿河で、大御所、徳川家康にそれぞれ面会した。この際、ロドリゴが家康に対して、 カトリック教会の礼遇、スペインとの友好、オランダ人の追放を求めたのに対し、イエアスは、オランダ人追放については難色を示した上で、ヌエバエスパーニャとの直接交易と、ヌエバエスパーニャからの鉱山技師の派遣を求めた。1609年12月20日、ロドリゴとイエアスは、スペイン人に、関東の港への入港を許可すること、 ヌエヴァ・エスパーニャとの直接交易を行うこと、ヌエヴァ・エスパーニャから銀山技師を派遣すること、宣教師を保護すること、スペインに日本の港の測量を許可すること、等の協定を結んだ。ロドリゴのほ他、家康の施設アロン・ソムニョス、日本人商人、田中翔介らの乗った日本製ナレオン・フナさん、ブエナ・ベントゥーラは、1610年8月1日に、 裏側出版10月27日にマタンチェルに寄港11月13日にアカプルコに入港した。しかし日本とヌエヴァエスパーニャとの直接交易についてはスペイン側ではマニラガレオンとの競合によりフィリピン植民地に経済的ダメージを与える恐れがあること、造船、航海技術を身につけた日本人がフィリピンへの野心を抱きかねないこと、 などを理由とする反対意見が強かった。慶長16年、ロドリゴの救助に対するヌエヴァイスパーニャ副王からの東礼施設として、セバスティアン・ビスカイノが裏側に来航する。しかし、翌慶長17年に、岡本第8事件が発覚、幕府がキリシタン近況政策を本格化させたことで、日本との交渉は不調に終わった。慶長18年、 フランシスコ海修道士、ルイス・ソテロ、ダテマサムネの家臣、ハセクラ・ツネながらからなる、慶長剣王施設、および、ビスカイの一行の乗った、日本製ガレオン・フナさん、ファン、バウティスタ号が、道の区国月浦を出港し、アカプルコに渡航したが、施設の性格の曖昧さや、日本でのキリシタン迫害などが原因となって、スペイン本国での交渉は、失敗に終わった。年、 サンファン・バウティスタ号は、スペイン国王施設として、フランシスコ会士、ディエゴデ・サンタ・カタリーナを乗せ、日本に戻った。しかしディエゴは1617年、サンファン・バウティスタ号で、アカプルコに送還され、これを最後に日本とヌエバエスパーニャとの直接交渉は、事実上打ち切られる。その後、関営元年、幕府は、スペイン戦の来航を全面禁止。スペイン側も、 1635年2月16日に、対日交易の永久閉鎖を決定した。1924年、泉郡上野村出身で、放置新聞の外事記者であった、藤平健一郎が、当時の庭村長だった、浅野茂雄に対し、岩和田は、我が国と外国との貿易が公然と行われることとなった貴重な史跡の地であるから、記念碑を建てて後世に伝うべきであるがご意見は、 いかんかと申し出た。朝の村長は、藤平記者、漁業共同組合長氏東常吉らと図って、記念碑建設を決意し、さらに地元選出の森徳明衆議院議員らとも協議し、記念碑の混流を発起した。建設のため、日清済交通発祥記念碑建設会が設立され、会長に、元スペイン中札講師、広沢金次郎、会計委員長に、 森徳明がそれぞれ就任した。1926年11月7日、中日スペイン講師、ペドロ・クワルチン、千葉県知事県シノブラによって、非公式が挙げられた。そして、事故から319年目となる1928年10月1日、落成式が行われた。落成式には、スペインのクワルチン講師とメキシコのスキャフィーノ講師を、はじめ、 福永高助千葉県知事、森務外務政務次官、森山慶三郎日木協会会長、石井木久次郎貴族院議員ら多数の名士が参列し、森徳明の次女、む子によって除幕が行われた。記念碑は高さ17メートルの鉄筋コンクリート製で、完成当初は周囲に大理石が貼り付けられており、表面に徳川家里公爵による大事、左側に、 スペイン国王アルフォンソ13世の新筆、右側にはメキシコ大統領プルタルコ、エリアス・カリエスのメッセージがそれぞれ制度で鋳造され、はめ込まれた。設計者は東京美術学校教授の金沢洋次、施向者は千葉市の四季田建設であった。建設工費は19,737円81銭で、スペイン・メキシコ領政府をはじめ、 各界からの寄付によって賄われた。太平洋戦争で空襲が行われるようになった頃、軍部からこの記念碑が敵艦からの良い目標になる、として取り壊し命令が出されたという。しかし、地元の反対により、目立たないように黒く塗りつぶすにとどまった。また、実際に米軍機の銃弾を浴びたため、表面の大遺跡が剥がれ落ちてしまったという。 1956年10月、関係者一同が、日清済三国交通発祥記念碑改修委員会を結成し、改修計画を立てた。1958年9月10日から11月10日に、かけ、スペインメキシコ両国及び外務省、柴田東千葉県知事の三女及び森清衆議院議員の指導と講演により、改修工事が実施された。この際、傷ついた。 大遺跡はすべて剥がされ、モルタルシッタ塗り、白セメント仕上げの形に変更されている。総工費は1万3 9 0 4 5円で、メキシコスペイン両国及び、千葉県、温宿町からの補助金と、各方面からの寄付金によって賄われた。11月27日、スペインメキシコ両国の中日大使及び森清柴田人とらの参列のもと、春行式が行われた。 なお、セメント仕上げの石踏みは、旧費を知る人々にとってはひどく見劣りのするものであったという。1975年6月28日、茂原市在住の井桁三郎が農業視察のため、メキシコを訪れた際、赤プルコ市長を表敬訪問し、岩井都市温宿町長からのメッセージを届けた。これがきっかけとなり、赤プルコと温塾との交流が始まった。 1977年10月2日、中日メキシコ大使、ハビエル・オレ・アムニオスらの一行が記念碑を訪れた。この際、御宿町側は大使を通じて、当時のメキシコ大統領、ホセ・ロペス・ポルティーヨに記念碑を大理石に再回収したいので、大理石を贈呈してほしいと打診した。11月13日、メキシコ政府は記念碑の回収より、 メキシコ風庭園を作るべきであり、メキシコ政府も援助するという意向を伝えてきた。このため、温宿町では、メキシコ政府の援助のもと、記念碑の周辺に、メキシコ記念公園を整備することになる。1978年8月、メキシコのクエルナバカで開かれた第15回、国際姉妹都市会議において、8月3日に、大滝町とクエルナバカ市、7日に、 音熟町と赤プルコ氏がそれぞれ正式に姉妹都市協定を結んだ。11月1日来日したロペス大統領が音熟町と大滝町を訪問した。大統領はまずヘリコプターで岩和田港に到着し、港から記念碑までをパレード完成したメキシコ記念公園の記念碑除幕式に出席した。 続いて、川上紀和千葉県知事らと共に、ヘリコプターで千葉県立大滝高等学校校庭に移動し、大滝城までのパレードを行った。 この際、国鉄木原線大滝駅から大滝城までの坂道がメキシコ通りとして整備され、ロペス大統領によりテープカットが行われている。また、温宿駅前から岩和田までの道は大統領の名を取ってロペス通りと名付けられた。遭難事故から400周年となる2009年、日本メキシコ交流400周年実行委員会が設立され、 9月26日、メキシコ記念公演において、日本メキシコ400周年記念式典、続いて、月の砂漠記念館前広場で、サンフランシスコ漂着400周年記念祭が、開催された。皇太子、中日スペイン大使、ミゲル・アンヘル・カリエド、中日メキシコ大使、ミゲル・ルイス・カバーニャス、石田義弘温宿町長、田島隆史滝町長、 竹政浩一外務副大臣、森田健作千葉県知事、中川秀直、日本メキシコ交流実行委員会名誉会長、声抱いたり、同意委員長らが出席した。この際、スペイン政府から、御宿町民に、イサベル女王勲章記章が授与された。また、メキシコ政府から御宿町に、ラファエル・ゲレロ政策の彫像、法要が寄贈され、メキシコ記念公園に設置された。 2010年、温宿町は、日生済友好の絆記念日条例により、毎年9月30日を、日生済友好の絆記念日とすることを定めた。2012年7月5日、赤プルコ市、カラバリビーチの日本広場において、日木交通発祥記念の日の春工除幕式典が開かれた。2010年に移設された、 長谷倉常長ねに隣接する場所に建てられたもので、御宿の日清住三国交通発祥記念の日の約半分の大きさで、高さ約9メートル、鉄筋コンクリート製で大輪縛りとなっている。この石踏みは、御宿町が財団法人日木協会に負担金を支出し、日木協会が事業主体となって建設されたもので、赤プルコ氏が管理する。 2013年10月23日、温塾町は、ロドリゴの生誕地である、プエブラ州のテカマチャルコと、姉妹都市協定を結んだ。太平洋に面し、海洋生物環境研究所中央研究所に、隣接している。古宿駅からは、徒歩約40分。記念碑からは、直線距離にして約1キロメートル離れている。ただし、指定史跡、ドンロドリゴ上陸地には、 記念碑の立つとどろき台を含む関連区域一帯も放含されているということが了解事項となっている。温宿町内には個人宅の寮として用いられているサンフランシスコ号の小柱と伝えられる柱が現存しており、ドン・ロドリゴ関係遺品サンフランシスコ号章として温宿町指定文化財第1号に指定されている。鑑定の結果、北欧あるいは 西王さんの木材であることが判明している。この他、岩和田の大宮神社に、どんどどり子がもたらしたと伝えられる、同性の火入れが、昭和初期まで伝わっていたが、現在は、行方不明となっている。松崎貴一によれば、東京の某百貨店で展示された後、行方不明となったという。ありがとうございます。